第1種電気工事士筆記試験の問い9のですね、平成21年の問題です。図のように三層三線式構内配電線路の末端にですね、力率 80% 遅れの三層負荷があり、線電流は 50A であった。今この負荷とですね、並列に電力用のコンデンサー C を接続して線路の力率を 100% に改善した場合ですね、この配電線路の電力損失キロワットはいくらかと。ただし電線1線あたりの抵抗は 0.4 オーム、線路のインダクタンスは無視できるものとしますと。負荷電圧は一定とすると。はい、力率が 80% でですね、線電流ですね、これはいわゆる位相電流がですね 50A ですので、この位相電流の中のですね、有効電流は 40A になりますね。でまあこれは無効電流は 30A になりますけどね。で力率をですね 100% にするということは、この無効電流の 30A をですね、力率改善でなしにするわけですね。したがって線電流、すなわちこれ非送電流イコール有効電流になるんですけどね、これが 40A になるということです。したがって線路流れる電流はですね 40A になりますんで、電力損失をですね PLL はロスですね、キロワットとしますとね、PL は I 乗 R かけ3本電線がありますんでね、3本です。はい、それを線で割ります。10のマイナス3乗かけます。そうしますと、40の2乗かけ 0.4 かけ3割る1000ですね。で、1.92 キロワットと。答えは歯になりますね。